はいどうも、百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。工作キットスパイスラック付きペーパーホルダー。まあ先月ぐらいかな、夏休み用かなということで工作キットとしていくつかね発売されてて、まあそんな中ねキャンプとかでも使えそうな商品っていうのをいくつかあったんで、以前2つほど紹介したんですけども、作成してもうね夏休みも終わってちょっと残暑が厳しい状態にはなってるんですけど、ちょっとまだねあとね2つぐらいあったんですよ、キャンプとかアウトドアで使えそうなグッズで。まあまだね購入はしたんですけど、まあなかなかちょっとできなかったんで、今回ちょっと今見てもらうと山小屋に来てますんで、こちらの方でねちょっと作成してまた作ってねこっちで使ってみようかなと思って、これはまあ最近買ったというちょっと前に買って、まあ作れてなかったんで、今回はちょっとこちら作成していこうかなと思います。ということで、こちらが今回ね、作成していこうと思うのが、まああの下にボックスがあって、まあスパイスとか何か入れとける。で、上側にペーパーホルダーが付いてるという形のものですね。こちらも価格が550円の商品になります。ちょっとね、もうこれ工作キットという風なものなので、もうお店の方はシーズン的にはね、ちょっともう並んでないかなとは思うんですが、こういったのも売ってたということであれば、まあ来シーズンまた発売される可能性もあるので、ね、時期が外れてしまったんですが、まあせっかく購入したので、ちょっとこちらを組み立ててみようかなと思います。今回はまあ紹介というより組み立てですね。じゃあやっていきたいと思います。借金。パーツとしてはね、いくつか入ってて、あと説明書がついております。まあなんで、組み立て自体は、まあ簡単な感じかな。こんだけありますね。で、必要な道具も、木槌と、木工用のボンドだけとなってます。これは、釘とか使わない感じみたいなので、結構手軽に作れそうなので、まあ外じゃなく、これはもうここで簡単に作っちゃいましょうか。一応ね、付属品としてはちっちゃいサンドペーパーが一つ。こちらのダボですね。これが、8個全部で入ってます。で、あと木の部分が、側面の、まあ、ベースになる木が2枚。底ですね。床部分が1枚。で、下のボックス部分の、まあまあ、側面というか前面後面。まあ側面部分。前の部分ですかね。はい。これが2枚ついてて、ペーパーホルダーの部分がこちらになってますね。はい。で、ここがね、ネジがついてて、もう加工されてます。こんな感じになってて。ちょっと作りが雑かな。真ん中、中心になってないんで、この辺がちょっと残念な作りかなっていうところはちょっとありますが、ね、ここも木がちょっと切れてなかったりするんで。ちょっとこの辺が残念な作りですけど。まあまあ、でも、これでキッチンペーパーとかをね、ここに差し込んで使うので、まあそういう意味では、まあ簡単に作れるのはいいですね。これ両方かな？こっちは木で止まってるだけですね。見てもらう通りね、木工用の接着剤と、まあまあちょっとしたトンカチさえあれば、まあ木槌ですね。あれば作れるみたいなので、前回みたいに外で釘とか使ってコンコンカンカンやらなくて良さそうなので、このままこのテーブルの上で組み立ててみようかなと思います。もちろんこれあとね、まあ、前回もそうなんですけど、色をつけたかったら自由に、水性のニスとかダイソーさんの方にも並んでますので、そういったのを使って組み立てて、まああと塗装して、自分好みのものに作り変えたらいいかなと思います。これサンプルは白く塗ってますんでね、まあオリジナルの、スパイスラックを作るのにはいいんじゃないかなという。はい、そういった商品になってますので、ちょっと木工ボンドとか取ってきて組み立て始めたいと思います。では、組み立てていきたいと思います。と言ってもね、ほんと簡単な感じなんで、ちょっとボンドがはみ出てますが、一応これでほぼ完成。簡単ですよね。本当は差し込むだけなんで。で、あとはこちらの
ホルダーの部分を片方ね外して、でこれもね抜けてるんで、これももうボンド付けしといた方が分かりやすいということで、ここにこれを差し込むと、よいしょ、はい、であともうネジで留めるだけ、もうこれで完成ですんで簡単ですね。はい、であとはもう、ボンドね余分にちょっとこのはみ出たのを取り除いて、気になるところはヤスリがけする、あとは塗装したら完成ということです。まあ、キャンプとかでも使いやすいかもしれないし、まあ、こちら今来てるね山小屋の方ではこういったのを置いておくとちょっと使い勝手いいかもしれないので、こっちでこの後これは綺麗に塗装して使っていきたいなと思います。借金とりあえず塗装の方も一旦しましたということで、こちらの方が完成形ですね。まあ、ここにキッチンペーパーのロールをね通してあげればキッチンペーパー通せますし、まあ、下にね調味料とかを入れておけば使えるという形ですので、こんな感じで今回仕上げてみました。こちらが一応ねジャンコードとかはこういう感じかな、工作キットこれですね、スパイスラック付きペーパーホルダー、ジャンコードこちらになります。これではサイズ感もねそこそこあるんですよ。横幅がねこれで27センチぐらい、高さが30センチぐらいあります。この中もね、中だけでね内側内寸で11センチ 24.5 ぐらいですね、内寸ここの高さがまあだいたい7センチぐらい下深さあります。はい、ということで、今回こちらのスパイスラック付きペーパーホルダー作成してみました。まだもう一個ねありますんで、またそちらも作ってご紹介したいと思います。はい、ということで、こちらダイソーの方で販売されてましたので工作キット、まあまた来年とかにもいろいろ出てるんじゃないかなというふうには予想してますので、気になる方はねまた早めに、ダイソーの方とかもチェックしてみたらいかがかなと思います。ということで、今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。